プチセカ。もうダメ、私もみんなみたいにキラキラしたいのに。みのり、あんたに足りないのはズバリアイドル力よ。アイドル力？アイリちゃん、私もアイドル力欲しい。ほら、はるかちゃんのこれみたいな。なあ、ちょっと自分で出せなきゃ意味ないでしょ。しずくちゃんどうやったらいいの？そうね、やっぱり笑顔と挨拶かしら。うん、アイドルの基本だね。そうね、みのり、ちょっとやってみて。こんにちは。違う。業界はいつでもおはようございますよ。そっか、ちょっと見てなさい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。これがアイドル力。じゃあ早速実践ね。おはようございます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 。一番だ。あの笑顔には勝てないよ。勝ち負けじゃないのよ。じゃあ次行ってみよう。アイドルに欠かせないもの、それはアドリブ力よ。というわけで今から食レポしてもらうわ。じゃあ早速いただきます。あんこと黒蜜の甘さが引き立って美味しい。この白玉さん、すっごくもちもちしていて美味しい。クリームの甘さとフルーツの程よい酸味がすごく合ってて美味しい。みのり、美味しいだけじゃ食レポにならないでしょ。みんなみたいなキラキラアイドルへの道は険しい。みのり、そんなことないよ。目標に向かってひたむきに頑張る姿、ちゃんとアイドルしてたよ。はるかちゃん、私もっともっと。はるか、またそうやってみのりを甘やかす。でもあのへこたれないところ、アイドルに一番必要な才能なんじゃないかしら。